めっちゃ眠い、えぐいぐらい眠いんだけど。眠いよ、声出ないよマジで声出ない、顔真っ白。あの多分服が黒いから黄色く見える。声が出ないんですよ本当に限界。伊豆さんハートよくありがとうございます。なんかやばいぐらい眠い、なんでこんな眠いんだろうレベルで眠い、意味わかんないぐらい眠い。朝血色ないからめっちゃ肌白い。15分前に起きました。いただきます。何時に寝たの？昨日は早かったですよ。12時ぐらいにはもう寝てた。うん、12時過ぎ。でも本当に全部終わってすぐ寝たから、そう。だけど逆に多分早くいつもより早く寝たから逆に深いところまで行って眠りがね、いいんだと思う。ドーナツ食べてます。おから、豆乳ドーナツみたいなやつ多分、いつも何時に寝てるの？の12時半とか冬で過ぎる。1時近くなっちゃう時もある。そう。ああ。眠。今日はレッスンです。朝から。その後だからレッスンが終わって。次の仕事まで時間があるから、その間で処理もしようかなって思ってるけど、何時になるかわからない。なんかシュールだね。11時ぐらいには寝ないと。うん、か、うん、そう寝たいんだけど、11時はまだ何もね、意味、お風呂上がってからすることが多いんですよ。いろいろストレッチとかいろいろとね、なんか。そうだから結局11時過ぎちゃう。あ、聞こえない？声が小さすぎて。
それは申し訳ない。いや本当に朝声出ないからさ、みんなイヤホンつける方がいいと思う。いやみんな、いや朝から大声出る人マジで尊敬する。え本当に出ない。そうなんですなんか朝起きた時眠すぎてびっくりした。久しぶりにこんなすっと起きれない朝だった、うん、でもねみ深い睡眠をしてたんだと思う。そう二度寝はできません。もうこれの配信終わったら準備してレッスンに行くので、リミの朝ハムチーズサンドイッチのイメージどういうイメージ。食べたことない朝からそのおしゃれなの。あ声が出ないです。本当に本当に声が出ない。こんな声出ないことあるレベルで声出ないよね朝って。なんでだろう。口パサパサなれない。すっぴん今日スリープした。おはようございます。おはよう、ようよう、おはよう。ジローさんハートありがとうございます。あんまりにも昨日インスタグラムを投稿したらフォロワー増えるよって皆さんに言っていただいてインスタグラムを投稿したんですよ。そしたら一人も増えないです朝、今夜だからまあ見てないだろうなと思って朝スクロールしたら、いやマジで増えてなくて、ええちょっと悲しい気持ちになった。本当に増えてないよ。なんでだろうね。刺さらなかったのかな多くの人に。あんまり、どうなんだろう。増えてない。そう本当に、いや悲しい。すごい皆さんコメントもお願いします。
悲しいぐらい伸びてない。そうだね、ハッシュタグが確かにそうだったかもしれない。あり得る。でもね、私服の方が伸びるんですよ。うん、圧倒的に私服の方がハッシュタグつきやすいから。そう、いっぱい、そうだから私服の方が伸びるっていうのもあるんですけど、ローワーさん。すごく眠そう。朝は眠いものです。嘘、本当だ。え、優しい。うん、そうだね。なんか最近は私服のとこに OOTD ってつけるとめっちゃ伸びる。うん、多分わかんないけどみんな使ってる。そう、目覚まし1回で起きれなかった。いつもなら1回で起きれるんだけど5分ぐらいしないと無理です。今のみさん何パーセント払われてますか？ 20% ぐらい。そう、今日全く起きれなかった。いつもなら割とスッと起きれるけど。常吉さん、ハートありがとうございます。次郎さんもありがとうございます。本当に声出ない。ラスト、いただきます。
朝起こされると素直に起きる、それとも切れる。切れはしない、素直に起きます。多分水です、ね、今のは。おこんな眠そうなレミも見れるのレアですから、皆さん。寝起き、ガチ寝起きです。ビズさん、メンネイトありがとうございます。今日は土曜日、皆さんのご予定は何ですか？鼻かゆ、おはようございます。ビズさん、だるまありがとうございます。勉強えらい、素晴らしい。今勉強しなきゃ、やばい。頑張ってください、皆さん。意味はレッスンとからのお仕事。そう、眠た。今日さ、びっくりしたのがさ、目の中に3本もまつげ生えてた。びっくりだよね、めっちゃ痛くて取ったんだけど全部。うん、なんてだろうね、びっくりしたのが初めて。静かな朝です。本当に声出ないんだけど、どうしよう。いや、いつもの本気の声じゃない。朝って声出ないよね。なんで閉じてる。しんのすけさん、タコありがとうございます。下ろしたら熱いかな。下ろそう。さあ、どうしようもない。そうなんです、その通り。今ね、着圧ソックス履いてます。ミルキッド。いいですよこれ、マジでむくみ取れてすっきりする。だからいつもギリギリまで履いてます。今あー眠、あー眠、あー眠。見せて、見せるものではないけど、そう、だから入ってます。しのすけさん、いいね、ありがとうございます。あきーさん、だるまありがとうございます。
嬉しい限りです。すごく野さとしさん、だるまありがとうございます。チェックアウトソックスいらないような、チェックアウトソックスのおかげで意味は成り立ってますので必要です。表情がないや、仏さんみたいね。あとそう思った、それお客様みたいな。そうです。眠い時ってさ、まばたきしちゃいがち。今朝の調子は絶好調。って言っても説得力ない。紫さん、アイスクリームとタコありがとうございます。可愛いもありがとうございます。ね。なんでさんとありがとうございます。ぼっとしちゃう、やばい、ごめんなさい。そうそうそう、おはようございます。お元気ですか皆さん。朝食は何を食べますか。ご飯派ですか、パン派ですか。そろそろランキング見ます。13位ジローさんありがとうございます。12位ピーちゃんさんありがとうございます。11位イッサットマーク7レンジャーさんありがとうございます。10位焼きとうもろこしほっぺをツンツンしたいミューディー&止めなしさんありがとうございます。9位なわてアットマーク波乗り隊さんありがとうございます。8位ゼファーアットマークレミグミさんありがとうございます。7位おーちゃんねみぐみねみたの笑顔が大好きさんありがとうございます。6位マックス鹿児島世界を救うさんありがとうございます。5位みずさんありがとうございます。4位アッキーさんありがとうございます。3位アイアイさんありがとうございます。2位立花とマーカー一配信あるから天国やろうだぜさんありがとうございます。1位紫レミグミさんありがとうございます。皆さん朝からありがとうございます。ラキレミ。45位臆病なライオンさんありがとうございます。67位コッシーさんありがとうございます。ラスト94位しんちゃん、あ違う、しんいち10033さんありがとうございます。皆さん今日も朝からありがとうございました。お付き合いいただき眠そうな配信にありがとうございます。スクショなしでお願いします。
皆さん今日も一日頑張りましょう。リミはレッスンに行ってきます。バイバイじゃないけど次は、お昼過ぎたとはもうそれしかわかんないね。性格はわからないので、そう、皆さんも素敵な休日をお過ごしください。土曜日夜は割とできそうな気がしなくもない。うんうん、そうだね。わからないけど、ありがとうございます。二度寝はしません。夜のテンションとの落差、逆に朝からあんなテンションだったらちょっと自分でも怖いかも。うん、やばい。皆さん本当に朝からありがとうございました。明日は、明日じゃない、次の配信はまたお知らせしますのでよろしくお願いします。いい時間帯、あ、楽しかったです。よかったです。こんな眠そうな配信に付き合ってくださって嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんではまだまだですよ。まだ終わりません。そうだ、あと1分。皆さん朝早くからありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。良い休日をお過ごしください。バイバーイ、またね。お疲れ様でした。朝から皆さん寝てくださいね。まただね。バイバーイ。バイバーイ、またねー。またねー。おやすみー。おやすみじゃないわ。寝ませーん。バイバーイ。また会いましょう。